ねじれた城？そうか、新しい世界の秩序が生まれたのね。超えるものは間に合わなかったか。戦ってみるか。その口笛、オゼットか。今はフミコよ。赤にして薄紅のアララクラン、ねじれた城に囚われたことはお悔やみ申し上げるわ。でも急いでいるの。そうね、このままではワールドオーダーが世界を豪華に叩き込むわ。ならばわかるでしょう、何をすべきかを。敵を倒す、敵を蹂躙する、敵を殲滅して前進する。今からそれを始めるわ。手加減はしないわ。避け切ってみなさいよ。これくらいで。痛いじゃない。これはどう。成長したわね、オゼット。絶技の一つも使わずに。それが生きるということよ。ごきげんよう。地獄で再会しましょう。ええ、また地獄で待ってるわ。好機を背負うか。
ミュンヒハウゼンの計算によると、ねじれた城が東京を押しつぶすまであと20時間、実質は20分か。情報集積が時間の流れを遅くしているわ。大質量体が着弾すれば塵が巻き上がり、核の冬が来る。世界の秩序はそれが望みなのね。懐かしいな、悲しみの聖戦を思い出す。懐かしくないわ、悲劇は繰り返さないのよ。私の手でループは阻止する。何を根拠に言っている、魔女よ。男よ、私にとっては明白でこれ以上ない動機と理由だわ。あの男は世界を変えるのよ。血が騒ぐ。これはどうだ。地獄の豪華に焼かれなさい。我が力を見よ。
が最強がどこなのか、あなたもアラダなら覚えているでしょ。ガンプ・オーマか。道理で田舎者が。うわあ、私が苦労している最中にあのバカ今頃何をしてるのかしら。決まっているか。問題はどこの誰の不幸と戦っているかね。